再び始まりましたね。日清の美味しい冷やし中華。これ見るとね、錦糸卵はね、入ってないんですね。その代わりこのチーカマ、ベルカマって書いてあるけど、これ。あとはこれとこれはなしね。ハム、トマト、キュウリ。これでいいですよね。これも半分ですね。これよく切れるんですよ。気をつけないとね、よく切れるやつ。はい。あ、ハムね、ハム。ハム、もう来たよね。じゃあこれ冷やしておきますね。ごまだれだって。本当はこの間ごまだれだったから違う方でいいかなと思ったんだけど、3分冷やすごまだれ、まあ、こんな感じ、これだけね。こういったパンもあるんですよ。ざっくり食パン。もう少しかな。はい、3分経過しましたけどね、もう気持ちね。はい、それじゃあね、冷やしますね。くっついてる。こんなにお湯いっぱい入れたのになんでくっついちゃうんでしょう。よいしょ。おう、びっくりした。熱いやつだからか。どういうことか。また水道水を冷やしたもの。
じゃあ今さっきのお皿はどうしようかな。出た。はい。なんでこんなに避けちゃうんで。もう一回冷やします。はい、それじゃあね、また南アルプスの天然水買ってきますね。はい、皆さんこんにちは、阿部の生命。今ね、イオン高崎に南アルプスの天然水を買いに行きます。入れるときはそんなに混んでないと思われますけど、このね、左側がね、軽自動車のね、専門の場所なんだけど、みんないっぱいですね。はい、もうね、南アルプスの天然水も買いましたよ。冷やしといた冷やし中華ですね。これちょっと整えないとダメだね。じゃあこれでかけますね。よいしょ。よいしょ。写真ですね。よいしょ。じゃあいただきます。おお、とても冷えてますね。
はい、それじゃあね、今回も再び冷やし中華でした。とっても美味しくできましたよ。ご視聴ありがとうございました。